はい、こんにちは。まずね、私、ちょっと自己紹介しましょう。はじめまして、私はプロイです。タイから来ました。でも今日本で、日本の大学で勉強しています。マネジメントの学部を学んでいます。今、大学の4年生です。すぐ卒業します。ちょっと、そして今本当に忙しいです。最近あまり休みの時間がないです。このビデオは初めて、JBK のビデオを作っています。そして、どうぞよろしくお願いします。はい、そして、今週の JBK のテーマは、いろいろな言語を話すのテーマです。私のテーマは日本、私の選んだの言語は日本語だけど、ちょっと難しいと感じています。私、2年前、2009年までで、日本語の授業が全部終わりましたから、ちょっと日本語の勉強は今全然していない。でも来月、日本語能力試験の1級を取りますから、ちょっと今本当に心配です。でも頑張ります。今私も中国語を勉強しています。私は今大学の4年生で、今日本での本当に小さい町で住んでいます。私は、最近、今さっき言ったのは、最近あまり時間がないので、ちょっと本当に疲れています。皆さんはお元気ですか？お元気に生活をしましょうね。私、このビデオは初めて JBK のビデオを作るので、ちょっと本当に、なんですか、どうぞよろしくね。日本語が大体わかるけど、話すのはまだまだ難しいです。そして、よろしくお願いします。ちょっと英語で話しますね。Hello, well, my name is Chloe, and I'm from Thailand, but I'm living in Japan. I'm studying in a university in Japan, and I'm in fourth year now. I'm going to graduate next year. And I got an invitation from Citi to join JBK, and I'm very glad. And this is my first video for JBK, and I'm making video speaking in Japanese, which is really hard. I mean, I speak Japanese in everyday life, but in a video, hard because I'm talking to myself and to you guys actually. But well, just よろしくお願いします。And I'll see you next time in the next week of JBK video. So I'll see you later. And またね。またね。バイバイ。